LM-49 は、かつて、ソビエト連邦各地の路面電車で使用されていた電車。輸送力増強や軽量化を目的に開発され、同型の付随車である LP-49 と共に1949年から1968年にかけて製造された。第二次世界大戦後、復旧が進むソビエト連邦各都市の路面電車では、輸送力を補うための車両増強が大きな課題となっていた。レニングラード市電も例外ではなく、戦災で破壊された車両を復旧した LM-47 や LP-47 が導入されたが、全金属製車体を採用したために重量が増加したことに加え、戦災復旧車であったことから使用可能な部品が限られる等の欠点を有していた。そこで1948年、レニングラード向けに路面電車の製造を行っていた車両修理工場は輸送力の増強に加えて車体重量の軽減と耐久性の向上を両立させた新型車両の開発に取り掛かることを決定した。その成果として製造されたのが LM-49 及び LP-49 である。LM-49、LP-49 ともに車体の基本レイアウトは LM-47、LP-47 を踏襲し、ループ線が存在する路線での運用を前提に、乗降扉は右側3カ所に設置され、電動車の LM-49 は片側のみ運転台が存在した。一方、LM-47、LP-47 で問題視された重量の増加を解消するため、LM-49、LP-49 の車体構造には、従来の頑丈だが重量がかさむ、台枠構造ではなく、鋼管を溶接した構造で車体の応力を受け持つ、スケルトン工法を用いたモノコック構造が採用された。これにより、全鋼製車体を有しながらも大幅な軽量化が実現し、木製車体を有する LM-33 や LP-33 と比べて LM-49 の自重は 19.5 トン、LP-49 は 13.8 トンに減少した。また、乗降扉には LM-33 や LM-47 で使用された折り戸ではなく、横に開く引き戸式の両開き扉が用いられた。車体の一部には、腐食を抑えるためクロムメッキによる補強が行われた。車内には進行方向右側に2人掛け、左側に1人掛けのクロスシートが配置され、当初は従来の車両のような硬い座席が用いられたが、後にクッションが内蔵された革張り座席へと交換された。車掌台は中央の乗降扉付近に設置され、乗客は中央扉から乗車し、前後の扉から降車する流れとなっていた。台車は LM-49、LP-49 ともに軸箱支持用にイコライザーと呼ばれる弓形の針を搭載した形態のものを使用しており、制動を伝えるための機械式ディスクブレーキも設置された。電動車の LM-49 の台車には主電動機が搭載されており、当初は付随車を連結しないことを前提とし1機のみ、設置された車両も製造されたが、後に他車と同様2機に増設された。また LM-49 には、暖房やアラーム、車内照明に用いられる補助電源装置が設置され、LP-49 には、連結時につながれるケーブルを介して電流が送られる構造となっていた。運転台からの速度制御については、終電装置から主電動機に流れる電流を制御機で直接操作する直接制御が採用された。これにより、メンテナンスが容易になり細かな速度制御も可能となった反面、騒音が増加したほか、ハンドルの動作が重くなるという欠点が生じた。制動装置には、電気ブレーキ、空気ブレーキ、手ブレーキが使用された。1948年からレニングラード路面電車修理工場内で立ち上げられたプロジェクトチームによって開発が行われ、1949年から製造が始まった。地下鉄網の整備により路面電車路線が縮小したことや後継車両となる LM-57 の製造が始まったことにより、電動車の LM-49 の製造は1960年に終了した一方、同年代以降郊外への大規模な宅地開発と合わせて路面電車の延伸が多数実施され、従来の車両数では輸送力不足となったことから、一列車の定員数を増加させるため1962年、1966年、1968年に付随車の LP-49 の増備が行われた。これにより、LM-49、LP-49 を用いた列車はすべて 2.3 両編成となった。レニングラード市電に導入された総数は555両で、車体上半分に象牙色が用いられた塗装から、レニングラード市民の間からは、象という愛称で親しまれた。LM-68M をはじめとした新型車両への置き換えにより1970年代以降、廃車が進み、1983年をもって電動車の LM-49 は営業運転を終了したが、付随車の LP-49 については一部が LM-68M の後方に連結され、翌1984年まで使用された。この新旧車両による混血編成は市民から恐竜の愛称で呼ばれていた。これらの車両のうち1983年の廃車後に事業用車両に改造された LM-49 と1980年代に廃車された後に倉庫として用いられた LP-49 合計2両が1997年に動態復元され2020年現在ペテルブルク電気車両博物館で保存されている。LM-49、LP-49 は車両修理工場がレニングラード以外の都市に向けて製造した初の路面電車車両で以下の都市に向けて導入が行われ、各都市の輸送力増強に大きく貢献した。これらの都市でも1970年代以降は後継車両の投入により営業運転から撤退し、最後まで使用されていた合力市電からも1987年をもって引退した。2020年現在、ニジニノブゴロドで1両が走行可能な状態で保存されているほか、ミンスクでも1両が生体保存されている。ありがとうございます。